大内洋蔵大内洋蔵3月15日から1944年12月31日は衆議院議員、東和道文書院院長、道大学学長、福岡県八女郡白木村に大内誠一郎の長男として生まれる。1890年に東京専門学校に入学して政治学を専攻し、1894年からは、 アメリカ合衆国のコロンビア大学に入学して、政治学と憲法学を学んで法学修士の称号を得た。帰国後、早稲田大学の講師を務めたが、貴族院議員、公爵、この絵集まろの地具を終え、1899年に、この絵の欧米歴法に随行した。またこの絵が、東亜道文会を創設するのに協力した。この絵の死後、韓国に渡って、木浦で、 開墾事業に従事した。1908年、第10回衆議院議員総選挙に出馬し、当選。以後、当選回数は5回を数えた。その間、朝鮮系南鉄道取締役を務めたほか、東方文化事業創設に尽力し、総委員として、上海研究所に駐在した。東和道分会では理事を務めていたが、政界引退後の百三十一年一月、 東和道文会が上海に設立していた東和道文書院の委員長代理として赴任し、同年12月に委員長に就任した。1939年、東和道文書院が大学に昇格すると初大学長に就任し、翌年まで務めた。ファッションジャーナリスト大内純子は直系の孫にあたる。成果は、 やめし指定文化財、白木の里級大内邸として公開されている。ありがとうございます。